はい、こんにちは。センターシールアールのビデオ、年末第2回、はい、特番。同じ格好です。そうです。ゲストはちょっと、もう、忙しいということで、変えられましたけども、引き続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、なんか、松岡さん、ネタを持っているらしいので、なんか、それをどうしても、どうしても皆さんに紹介したいということなので、ね。いや、松さんに聞きたいなと思って。はい、何を。何ですか。もともと僕、ほら、デバイス。系なので、はい、ドットネットとはいえ普段使ってる C とか C++ プラプラとか、はいはいはい、アセンブラーとか、そういうなんかこう、うん、ドットネットとほど遠い、うんうんうん、ドットネットなのにというとかよくわからなかったけど、まあいいや、ね、はい、ね、でもまあ割と昔から C シャープは使うので、はい、まあ追っかけてはいるんですよ、うん、組み込みの C シャープ、はい、まあ具体的にはドットネットマイクロフレームワークっていう、うん、今はなき、はい、今光景があるじゃないですか。光景ね、うん、何でしたっけ、GHI がタイニー CLR です。そうですね。で、あとオープンでやってるのがナノフレームワークですね。はい、はい、そうですね。で、どちらも、何でしたっけ、ドットネットマイクロフレームワークから、うんうん、はい、まあ、フォークして作られてるものなんですけど、はい、で、最近ちょっと違うデバイスが出てきたんですよ。ああ、ちょっと画面を、じゃあ、変えましょうか。はい、最近ね、このキックスターターで、はい、メドウっていうものかな、これ、はい、っていうボードが出てきて、はい、これ .NET スタンダード IoT プラットフォームで、はいはいはい、これ C シャープで動くっていうデバイスになってます。これなんか小さそうですけど、大きさ、なんか細い感じですね、うん、そうそうですね。ちなみになんか、まあ、詳しい方はご存知かと思うんですけど、うん、これワイルドネスラボっていうところがやってて、はあ、でワイルドネスラボはですね、実は以前、うん、メットディーノっていう、ああ、はい、ドットネットマイクロフレームワークが動くボード、うんうん、ね、はい、日本でも売ってましたけど、はい、そこをやってた会社の会社名が変わって、うんうんうん、はい、はい、このワイルドネスラボってやってますと、はい、でこれまあで組み込みの C シャープ動くものを追っかけている僕的にはですね、うんうん、はい、まあちょっと見とかなかんな、あ、じゃあこれは、うん、マイクロフレームワークが動いてるんですか。でこれがですね、うん、まあ実際、まあ、買ってないですよ、うん、買ってないんか。ちょっとね、はい、これで図を見ると分かるんですけど、はい、STM さんに F7 って、はい、コーテックス M7 ね、この大きさで F7 、はあ、M7 なので、はあ、ちょっとあまりこうやろうというこう、はあ、いいじゃないですか。何が良くないの。まあちょっと僕のなんかちょっとね、はあ、小さい脳みそでは、はいはい、M4 ぐらいまで、ああそっちね。あ、そっちね、逆方向ね。でまあ F7 なので、はい、ちょっと手は出してはいないんですが、はい、やっぱり実装がどうなってるかちょっと気になってたんですね。うん、そうですね。で実装に関してはあまり書いてないんですかね、はあはあ、ドットネットスタンダードが動くぞみたいな、はあ、ただドットネットスタンダードが動くってことはあれじゃないの。なんか Linux って話じゃないのかな、違うのかな。あ、ただこれをね慎重に見ていくと、うん、はい、これは僕の予想ですよ、はいはい、ここにですね、ああの見ましたか、今見ましたか。あれだけどですよ、はい、だけどあれモノって AOT 出力した時ってコーテックス M4 の、ね、まあなんか見たことあるワードがここにある、はい、そうですね、はい、どうやらこれらしいと、はい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 、あで、そう思ったわけですよ、うん、この間ドットネットコンフでもちょっと、うん、プレゼンさせてもらったのが、うんうん、ドットネットコアのバージョン3から、うんうん、まあ、ハードウェアのサポートを結構強化されていると、うんうん、で組み込みの方も一方組み込みの方のデバイスも、うん、よりこうパワフルなチップがコストが下がってきたので、うん、はいはい、その Linux の OS が動いちゃうようなワンチップのものが出てますと、はいはいはい、であればこうお互いこうデザインがくっついてくるので、うんうん、まあ、この先はLinux OS が動く安い小さいチップ上で .NET Core で動かすっていうのがまあメジャーになるんじゃないかなと思ってたんです。はいはい。まあその辺の素材性はその路線であるよねと思ってね。一方ここに、なんか、ほにょ、ほにょっていう。いや別に隠さなくてもいいじゃないですか。なんか
モノっていうものがありますね、はい、僕ちょっとね、はい、僕自身モノ使ったことなくて、はいはい、これってじゃあそのどういう範囲で使えるのかなとか、あ、はいはい、そのLinux で使えるとか、はい、こういうなんかマイコンで使えるとか、はい、なんかこの辺りの、その今最新の状況が、まあ、あまりよくわからないので、はいはい、つよつよな松井さんにちょっと聞こうかな。そこでそこで振るのかみたいな。うん、ああ、そうっすか。なるほど。ですね、まあ、ちょっと前振りだけちょっとすると、はいはい、僕のイメージは、その、ドットネットフレームワークで、まあ、ドットネット一番最初だと思って、はい、そうですね、でドットネットフレームワークっていうのは、はい、なんかランタイムと、うん、ライブラリーがありますと、はい、うん、でその先がもうよく分かんないですよ。一番最初にあったその、ランタイムは、まあ、MS が作ってるランタイムだと思ってて、うんうんうん、で一方オープンソースなったランタイムもある、うん、はいはい、それがその同じなのか違うのかとか、元のやつはどこ行っちゃったのとか、はいはいはい、なんかその辺のこうなんか全体感が、ですね、正確ではないと思うんですけど、僕もきちんと調べて理解してるわけじゃないんですけど、一応知る範囲で言うと、まあ、まず最初にまあドットネットフレームワーク 1.0 が、うんうんうん、まずそこにあったみたいな感じで生まれたと、うん、でその後ですね、それを見たミゲルという方が、うん、いやこれ一応仕様書としてはオープンに公開されてたんですよね。その時まあ分かんないですけど、そのまあ Java とのまあ構想とかあって、うん、でまあ我々はオープンで行くぞみたいな感じで前面に押して出してたからかし分からないですけど、ちゃんとしたその仕様書がそのオープンに提供されていたので、それを見たミゲルがそのいや、あ、だったらなんかこれに従ってそのオープンソースのランタイム実装を作れば、そうすれば Windows じゃなくて他の環境、まあ具体的には Unix 周りのそういう環境で動かせるんじゃないかって思ってやり始めたのがモノプロジェクトなので。ちなみにその一番最初のドットネットフレームワーク、うんうん、まあちょっとドットネットフレームワークっていう用語があってるかちょっと分からないけど、はいはい、のランタイムっていうとそれは何ていう名称なんですか。ああ、ドットネット、でもかつてはドットネット CLR で通じたんですけど、コモンランゲージ、ね、ランタイムだけど、今だともうややこしいのでコア CLR のことかみたいな話になっちゃうので、まあちょっと難しいですけど、フルスペルでなんかドットネットフレームワーク CLR って言っておけば、もうこの段階でメモしたくなってきちゃった。もうあ、はい、あ、ようこそになっちゃったなんか落書きしてる。なんだこれ。どうです。長い。始めましょうね。あ、これでいいかな。はい。これでもう書けるんじゃないですか、はい。ペンありますよ。サーフェイスペンなの。これでよければ。で、何だっけ今。ドットネットフレームワーク 1.0。出ない。あ、出ない。あ、そうか。ペアリングしてなかったですワーク 1.0 が最初にあった。でこれのスタバ割りは何て呼びましょうね。じゃあランタイムって言って、あ、まあやっぱ CLR かな。 CLR、 まあ、ここで CLR、うん、まあ CLR、うん、ってことにしておきましょうか。で一方モノって言われるものは、うん、この CLR に相当するものはモノ、モノランタイムですね。ランタイムと日本語でと、うん、そうですね。でこっちが Windows で、はい、こっちでですね、うん、このランタイムは Linux、まあ、Linux とか FreeBSD だとか、うんうん、割と元の歴史って古くて、いつだったかな、なんか1年遅れぐらいで開始してるんですよ、うん、なのでものすごく歴史は古いと思ってもらえればいいかなと。こんな感じがあって次に出てきたランタイムっていうと何になるんですか、うんうん、ランタイムですか。 C で言うと
シルバーライトですか、ね、そこはちょっとなし、なしですかいや別にあるんですよ、定義を全部知ろうというつもりはなくて、最終的にはい、わかりました、空気を見ますいやあの CLR の、うん、あれ CLR ってオープンになってるんですか今。あのなってますね。でそれは元々CLRがオープンになったのか、そう、そこもちょっと複雑なんですけど、うん、最初に、オープンにはなりました。オープンっていうのは誰でも見れる状態になりました。それは、はい、リファレンスソースっていうサイトは、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないですけど、はいはい、あれ不祥が、あすいません、まあ、あすいません、ちょっと映像トラブルです。知ってる人は知ってるかもしれないですけど、はい、なんだ、ドットネットの内部実装のソースコードを、はい、そのリファレンスソースマイクロソフトドットコムっていうところで公開し始めたんですよ。だからそれは CLR なんですよね、ここで言う。うん、そうですね、はいはい、で、はい、でここで言う CLR、 つまりドットネットフレームワークのランタイムだったんですね、はいはい、全部ではないですけど。でただしそれはいわゆるオープンソースソフトウェアのでいうところのライセンスじゃなかったんですよ、はいはいはい、うん、リファレンスソースっていうライセンスで、はい、で、まあ制限がかなりきつかった、はい、基本的にはなんかデバッカーで参照するときだけ、はい、見てくださいみたいな、そういうきついやつだったんですが、まあ、その後いろいろあって皆さんご存知の通り、コア CLR がじゃないドットネットコアが出ましたよね。ドットネットコア、はい、ドットネットコア 1.0 が出たと。ドットネットコアはこれ、Windows、うん、はい、Linux、OS X、あ、そうですね、OS X、はい、そうですね、はい、で出ましたと。でこのドットネットコアのランタイムは何になるんですか、はい、これはドットネットコア CLR かな。コア CLR、まあ、今はコア CLR って言いますけど、コア CLR、うん、そうですね。でこのコア CLR はこの Windows の CLR とは別物、別物なんですけど、なんですけど、はい、どうも見てるとだいぶコピーされている。あ、まあ、まあ、うん、物としては別物、うん、そう、一応別物として扱われてはいます。あ、まあ、そういう理由があって、ドットネットフレームワークの方は、まあ、皆さん知っての通り、なんか互換性を一応維持することに重点を、すごい重点を置いているので、なので、まあ、基本的にあっちと新しいコア CLR をうまく融合してみたいなことは基本的になしと、やらないっていう方針だったんですね。なので一応別物として扱われている。ここの今絵で書いてある CLR っていう部分は今でも残っているんですか、うん、あります。いまだにリファレンスソースのマイクロソフトドットコムに行けばちゃんと見えます。あ、いやいや、自己、あ、それはもちろんそうですね。皆さんが普段使うときに選択すると思うんですけど、ドットネットフレームワーク 4.7 とか 4.8 とか選ぶと思うんですけど、ターゲットプラットフォームとして。だそうするとそれはコア CLR ではなくて、CLR の方を使う実装として実装する。フレームワークの場合はこの CLR は今でも使われて、うん、使えます。でコア CLR は、ネットコア、コア、そうですね、ドットネットコア。もう書けなくなってきた。はい、まあこの用語もまたややこしいことの話になってんですけど、まあこういうことですね。これは先ほど話した Windows、はい、Linux、OSX ですね。はい。でこうやって見ると、はい、モノランタイムって、はい、まあ、コア CLR と同じ領域なのかなっていうふうに思ってます。はいはいはい、あ、そうですね。まあ、はたから見るとそうなんだけど、モノはね、一応移植を、やっぱり移植性重視してたんですよ。で、この図では、今、Linux としか書いてないけど、もちろん Windows でも動いたんですよ。それから、ちょっとあんまり詳しくないんで、あれですけど、多分 Mac でも動いたはずで。でその他のプラットフォーム、我々その一般にはマイナーとされてる OS とかそういうものにも対応してたんですね。なんか一例なんかしてますか。あ、じゃああれがいいんじゃないですかね。ソラリスがいいんじゃないですかね。あ、ソラリス、あんまないですね。はい、はい、そうなんですよ。はい、はい、ネット BSD とかまあいろいろ対応してたんですね。やっぱりマルチプラットフォームっていう意味では、まあ、ものはそれを体現していたということですね。
なので、両者は全然出自が違うものなんだけど、同じそのドットネット CLR の仕様書を見て育ってきたっていうことが言えると思います。まあ、どうでもいい話なんですけど、これ僕書きながら、はい、CLR の上ってドットネットフレームワークじゃないですか。はい、上というか、はい、一緒に組み合わせ、はいはい、ドットネット FX って略して書こうかなと思ったんですけど、あ、はい、これまたちょっと違うんですよね。ドットネット FX って何でしたっけ、もう忘れちゃった。FX って何だったっけ。なんかありましたね。なんかオープン、それって多分コア CLR の上の、ドットネットフレームワーク相当の部分かなと思ったんですけど、何だったかな。いや、わかんない、何だったかもう忘れちゃうぐらいにはない。ググってみましょう。ああ、そうですか。あ、PC の前後につけとこう。ネット FX ですかね。ネット FX、GitHub とか入れた方がいい。いやまあ今はちょっと証券やるつもりはないよね。なんだっけ FX って。ネット FX MSI、 なんかだいぶ古い話のような気がするな。ここにも載ってないですね。わからないですね。まあその話は置いときましょうか。わからない。わからない。ネット FX って言われるとなんか、ドットネットフレームワークの略かなって感じもしなくもないですけど。あ、コア FX か。コア FX。コア FX のことね。はい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 。勘違いしました。あ、わかりました。ってことはこれはドットネットフレームワークで、これって言ってもわかんないですね。コア CLR のドットネットコアと組み合わさってるのが、はい、コア FX。コア FX。FX。めちゃくちゃですね。はい、これはあのライブラリですよ。そうですね、フレームワークですね。そう、ま、ライブラリですね。はい。で、あのごく最近あの GitHub のリポジトリが統合されたの知ってます？知らないです。あ、知らないですか。あの今まで Core CLR と Core FX と、あと Core RT っていうのもあるんですけど、それ別々のリポジトリで管理されてたんですけど、多分なんかあの一部依存関係があったりするんですよ。だからなんか同期取ったりするのとかすごい大変そうな気がするっていう理由があったかどうか分かんないですけど、まあ、あの割と最近になって .NET ランタイムっていうあのリポジトリに全部統合されました。ちなみにその、ちょっとあえて怖いけど聞いちゃうんですけど、はいはい、Core RT って何ですか。何、はい、だろうと。Core RT はその、この図でいうところのドットネットコアじゃ、ドットネットコアと Core CLR の、あの AOT ですね。AOT 版といったらいいのか。バイナリーが、直接バイナリーが生成されるやつがいるんですね。AOT。はい。まあ、これもあのいいじゃないですか、AOT。そのジェネレーターだけじゃなくて、そのあのネイティブバイナリー用のランタイムも含んで Core RT っていう名前がついてたんですけど。ってことはちょっと今のこの左の図で、はい、ドットネットコアで Core FX、Core CLR で作ったものを、はい、Core RT でバイナリーイメージに落とせる。はい、うん、そうそうそう。目指してるのはそこです。あ、はい、なんか皆さんあまり聞いたことがないということであれば、それはまあ今のところのプロジェクトの進行状況がそういう感じだということです。聞いたことないです、ね、はいはい、そういうことです。いいじゃないですか。はい、目指してるところがすごい高いところですね。だから今のところその Core CLR で普通に動かしてるプログラムとかあるじゃないですか、うんうん、そういうのをもうなんか Core RT 向けにビルドするだけでネイティブバイナリーになって、うん、で実行できるっていうところが目指してるところ。以上。なるほど。ちょっと話が戻っちゃうんですが、はい、今右下のあのモノランタイムの部分、はいはいはい、これあの、まあ、上の左の図とか右の図でいうと、はい、あの Core CLR とか CLR の部分だと思うんですけど、はいはいはい、この上のあのライブラリの部分っていうのはどうなってるんですか。はい、
やっぱりあのさっき一番最初にあのドットネットフレームワーク 1.0 とモノの関係が最初に図に出たじゃないですか、うん、なので歴史がすごい古いんですよね、あの分かれたまま、うん、ずっと来た 今現在の話です、うんうん、でじゃあなのでなので実は両方とも似て異なる実装を持ってたんですよ、はい、ライブラリについても、はい、なので、今何をしているかというとモノがそのドットネットコアと互換性を保つためにCoreFX の実装を入れたりとか逆にモノの実装を CoreFX 側に持ってったりとかそういうようなことをしてます。ってことはここに何かモノ用の FX があって、ああそうそうそう、そういうことですね、はい、で、このそう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 、そことそこを CoreFX と合わせ込みをしようという動きがある、そう、そう頑張ってやっているという感じですね。なるほど、うん、これはマジでやんのみたいなそういう世界ですごい大変そうな話なので、なまああのこの間その 3.1 が出ましたけど、うん、でもまだ全然その完成する目処は立ってない、一応、頑張ってその予定では次のドットネットの大型リリースの時には一緒にしたいいうことになって今あの一生懸命やってる感じですね、うん、でもモノランタイムも AOT あるんですよね。あ、ありますね、あります。そう、それがまたややこしいことになってるんですけどAOT があります。これは理由があって、あの皆さんご存知、あの iOS はですね、あのこういうあの VM 実装って許されてないですよね、基本的にね、アプリケーションうんうん、あの要するに CLR とか、まあ、Java でいうところの JVM とか、うん、そういうのの上でアプリケーションを動かすっていうのはその iOS 上ではダメですと、要はコード自体が書き換えて、うん、なんかちょっとまあ脆弱になりやすいと、とまああとパフォーマンス問題じゃないですかね、うん、あの電力消費とかそういうのの兼ね合いでネイティブコードじゃないとダメですということがあって、モノはまあ、 あのご存知の通りあのザマリンのバックエンドとして使われているので割と早い時期に AOT に対応したんじゃないかなと思っています。ちょっと時期まであの詳しく知らないですけど、そう、そこにザマリンがそういうふうに現れるわけですね。はい、どうしました。はい、あ、まあ、スマホ向きを考えると、うん、AOT 使わないとね、うん、そうそうそうですね、うん、はい、ということでそのモノはモノで独自に AOT を持っている。でまあ何か面白い話としてはそのウェブアセンブリあるじゃないですか、はいはい、うん、で最近だとあの、まあ、それに乗っけてあのブレイザーの、うん、まあ、サーバーとか流行ってますよね、うんうん、でこの図でいくとですねそれができるのは今のところモノランタイムかコア RT かみたいな話なわけです、うん、ただまああのちょっと僕モノがどうかも知らないですけど、はいはい、まあ、単純に昔からあるからモノランタイム安心な感じがしちゃうんですけどね、うんうんうん、はいはい、うん、そうですね、コアルティ聞いたことなかったし怒られちゃいますね、かわいそうなコアルティみんなにボロクソに、いや、やめておこう、この話はこの話はやめておこうまあ、なんかモノの良し悪しというよりは、うん、やっぱりその枯れた技術とか、うん、はいはい、もしくはその継続性みたいな、互換性っていうか、そうですね、まあ結構大事ですもんね、うん、まあやっぱりモノは最初からそういう意味では先見の目あったと思いますよ、そのマルチプラットフォームに対応させる、うん、それはその分労力がすごいかかるわけですけど、どの、あのプラットフォームでもちゃんと動くようにそのリリースごとにちゃんとバリデーションしてってことをやらなきゃいけないんで大変だったんですだと思うんですけど、まあ、それをやってる甲斐があって今のようにじゃあ新しいプラットフォームに対応させようかっていうのは比較的容易に実現できるから、だからまあブレイザーもモノの上でみたいな話になってると思うんですよね。なるほど、うん、まあ、それで考えると、うん、パッと見そのモノランタイムは様々なプラットフォームに対応してるから、うん、他のものを使うよりこれ使えばいいんじゃないのっていう気がしちゃうんですけど、はいはいはい、ですね、なぜ他のものがあるのかみたいな、うん、他のものというか、あ、まあでもそういう意味で例えばドットネットフレームワーク、ね、ああはい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 、うん、そうですね、まあ一つはパフォーマンスの問題があった あるじゃなくてあった、うんうん、っていうのはやっぱりなんていうのかな、マルチプラットフォーム展開するのが前提で作っていて、
でその要するにパフォーマンス市場みたいなことはちょっと後回しにされていたのかなっていう気はしてます。でなんですけど、その結局あのコア CLR が実際にリリースされて、バージョン2とかバージョン3とかになってきてですね、であのそこに関わる人もものすごい増えてきたんですよ、そのコミュニティとして。でそうすると中にはものすごいそういうことの技術持ってる人いるじゃないですか、うん、改良技術を。で、あの俺はまあこんな感じで改良できますみたいな。初回がだからその OS を限定してて、うん、そのパフォーマンスの優先度が高くて、うんうん、でモノランタイムはちょっと違うアプローチだと、うんうん、あくまでマルチプラットフォームで、そうそうそう、他は後回し、うん、でまあだんだん寄ってくるよねって。そうそうそう、ね、だんなんか向こうの、その向こうっていうのはそのコア、あのコアチームとかコアに関わっている人たちとか、そういう人もその今までモノのことを知らなかった人たちがその似通ってきたがためにモノのこともいろいろ分かるようになってきた、うん、で逆にモノのことは知っているけど、その要するにドットネットコアのことについてはあまり知らなかったような人たちも、それは近寄ることによってそのお互いのことがなんかこう分かるようになってきたっていうことがあって、そのなんかそのもののそこの実装はまあこういうような改良した方がいいんじゃないのみたいな、そういうなんかディスカッションが交わされてきたんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかだいぶあの高速化されてきたっていう噂はあの耳にしてます、うん、ちょっと自分で試してないで分かんないんですけど、なんかいろいろ改良されてきて、そのものもあのかなり速くなったっていうようなことは聞いています。いいですね。ここにさらにもう2ネタ加湿しようと思ってるんですけど、はいはいはい、ちょっとね、はい、多分だいぶ言えますか、激しいことになると思うんですよ、はいはい、どこにどう何を入れるんですか。ね、まず、パッと多分多くの方が気にするのが、はあ、UI があるんですね。ああ、来ましたね。UI が来ましたね。っていった場合は、はい、どのあたりをが使える使えないみたいなのがあり得ると思っている。これ難しいですね。ちょっと図的に変形したい、すでに変形したいけど、まずあの、まあ、UI 作りたい人多いよ、ね、うん、まず、ね、ドットネットフレームワークの世界の方の話をするなら、うん、まずあの Windows フォームがあって、それから WPF に来てるじゃないですか。これ赤だけ消すとかできるのかな。いや、わかんないです。まあ、他にもあると思うんですけど、ちょっとこれだけ、まあ、2つもまず2つにしておきましょうかね。でもう WinForms はいらないだろうって、ここで急減する必要ないだろうって言うかもしれないけど、一つ挙げておきたいことは、モノの FX、 モノランタイムの上に書いた FX、はい、ここには Windows Form の互換実装があるんですよ。ここにある、はい、そこに、ね、あるんですよ。そうでしょ、僕ももういいだろうって思ってたんだけど、今この段階になって、いやこれ結構いいんじゃないとか、まあ、ただバックエンドはね GTK2 なので、ちょっと UI が古臭いって言われるとそうかもしれないけど、いやでも書けば動くんだったらそれすごいんじゃないと、マルチプラットフォームとしてなんか使えるんじゃねっていうのはちょっと思うところはあります、うん、っていうのが WinForm のあの実際あの今現状の話、うん、それから WPF について言うと、なんかどうしましょうね、なんか XAML という考え方というか、 XAML の基本的なその仕様はいろんなものにインポートされてますよね。ザマリンとか、うん、まあ、あと、まあ、他にもあのマイナーなものにもちょっと使われてたりするんですけど、そう、ザマリンがあり、そこに WPF と言ったら怒られるかもしれないですけど、ザムルですね、ザムルが言っている、うん、使われ方としてはあのなんだ、ザマリンフォームズ、ドットネットコア、ドットネットコア、ドットネットコア、うん、困りましたね。WPF なんじゃないですか。え、なあれ、ウィンフォームかなんか、ああ、プラットフォームだったら使えるみたいな。そうそう。まだ誤解してる人いるのかな。なんかまあドットネットのそのドットネットコア 3.0 で WPF と Windows フォームに対応しましたみたいな話を聞いたことはあるかもしれないですね。そこに書いてしまうのかみたいなのはありますけど。いや、ここに括弧書きで。うん、括弧書きで書いたのは。
ドットネットコアの上でビルドして動かすことはできるけど、ただしそれは Windows 環境でだけってこと制限がつきます。ね、うん、そう、そうなんです。理解しました。あ、ってことは、うん、すみませんよ。これ、モノランタイムの FX の上の WinForm は、うん、はいはい、これマルチプラットフォームなんですか？そうですね。おお、そうなんですよ。お、驚きじゃないですか。より正確に言うと、GTK2 が動くプラットフォームであればってことになりますけど、GTK2 っていうあのグラフィックのライブラリがあるんですね、うん、そう、それの上で動くんですよ。だから GTK2 が移植されてる環境なら動く可能性は高いってことになります。 GTK2、 なるほど、はい、そうなんですよ。なのでひょっとしたら僕が知らないだけで世の中誰か同じことを考えてるかもしれないですけど、このモノ FX の上に乗ってる Windows フォームの実装をドットネットコアに移植できるんじゃないって考えてる人はいるんじゃないかなと思ってます。まあ下回りが2回追ってきたならう、ね、うん、そう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 、いや十分いける可能性はあると思ってます。ただちょっと気になるのは、うん、ドットネットコア上で、うん、Windows に特化した WinForms とかも実装始めてるわけじゃないですか。どうね、この囲書きの部分で、いや、ないんじゃないですか。いや、もう実装されてるでしょ。うん、うん、そうそうそう、実装されてるでしょ。ああ、されてる、されてるでしょ、うん、でそこに対してこあのモノランタイムのウィンフォームを持っていくことで、うん、はい、ドットネットコアの中でのウィンフォームが、ああ、そういう意味か、Windows 版と他と合わないとか、うん、確かに Windows 版の既存のやつが変わっちゃうとか、何かしらか不都合が起きないかなという心配はありますね、はいはいはい、それはあれですよね、なんか同じクラスとかが入ってるにもかかわらず、うん、違うアセンブリだっていう問題ですよね。うん、それは確かにあります、ね。だからウィンフォーム、モノウィンフォームとか、そうそう、なんか名前空間とアセンブリは変える必要があると思います。もうしょうがないですよね。そ, ね、そういうことを考えなきゃいけないのかなと思いました。うん、うん、ありますね。まあでも名前、例えばですけど、名前空間だけ変えていけるっていうんだったら、なんかありかなっていう気は僕はなんとなくします、ね。ですね、ですね、多分この絵を描いてること自体の意義みたいなのがあるんですけど、はい、テクノロジー的にやれるのはすごく嬉しいと思うんですよね、はい、できないものができる、はいはい、一方でもうわけわからん、うん、まあまあ、わけわからんみたいなのは、まあ、せやな、なんとかしたいなと思って、うん、はいはい、そうですね。でなんか僕が思うに、まあそれはなんかその Windows フォームが動くようになったら嬉しいかもしれないけども、ただまあ今更 Windows においては WinForms って話もあってですね、で多分世の中の大半の人が希望しているのは、これはあの .NET Core 3.0 の時にもだから誤解が生まれたっていうことにつながってると思うんだけど、 WPF がマルチプラットフォームで動いてほしいってことじゃないかなと思ってるんですよ。もう今はできないですけどね、以上のような理由で、うん、できないけど、やっぱり WPM がなんか動いてほしいって思う人たちっていうのは一定数いて、なんかどうにかならんのみたいな話はよく聞きます。なんだろう、まあ、ウィンフォームか WPF かっていうのは、うん、その既存のコード持ち込むかとか、うん、そのやる方のスキル的なのもあるかと思うので、なんともなんですが、ああ、うん、何か GUI ができる手立ては欲しいと思います。うん、うん、まあそうですね、うん、そういう意味では肯定的ではあるんですけど、ね、うんうん、いいなと、うん、一方でその何かとガチャンコするときに上位互換性がなくなるのは非常に辛いので、うん、さっきの名前を開ける作戦なのか、うん、やるとすればね、そう、そうですね、かなみたいな。まあ WPF はね無理なんですよ。時々ツイッターでも僕ツイートしてんですけど、WPF を移植するためにはですね、まずナイフを作るためにどうやって溶鉱炉を作ろうかみたいな、そういう話なんですね。掘り下げるとかじゃないからするしょ。まあそういう話なんです。全容がね、うん、そうそう、うん、なんとなく、なのでちょっと辛い。はい、出たよ。出た。うん。あれ出てない。ん？何が？あ、今カメラにしようと。ああ。じゃあこう。はい。ああ、すみません。今いや何が出てる？なんかちょっとこう手も動き始めて、はい、白熱し始めて。録音。
でもこういうパッとわかる絵って僕見かけないんですよ。ああそうですね。あの見かけるのってあこれディスってるわけじゃないですよ、はいはい、見かけるのって、はい、あのドットベッドスタンダードとかあって、うん、いや僕ディいやいやめとこわかるわけないだろうみたいなやつがというか、うん、むしろ逆で、あの一般の人はあの図の通りに理解したんだと僕は思ってるんだけど、あの図の通りに理解して、あの図が出てますからね、うん、はいはい、あの図が出てて、はい、あの図以外の理解をするみたいな。ただその、僕自身ちょっと今描いてた、はい、この、はい、であるとじゃあ実際容赦Linux で UI やるやつ作るのってどれでやろうかなーって言った段階で、うん、うん、そうですね、うん、あでもう一ネタね、もう一ネタ、はいはいはい、もう一ネタはウェブサーバー、はいはい、まあ、ASP.net ですよね、はいはい、そうですね、もう、うん、あの結構そのユーザーが多いと思って、はいはいはい、で WebKit やる場合っていうとここで言うとどのあたりに入る、あの最新事情はなんか僕があんまりウェブ系やんないので、あのちょっと詳しいところまでは分かんないですけど、歴史的に言うならなんかドットネットフレームワークとものは途中まではいわゆるあの昔の ASP.net をサポートしていて、でドットネットフレームワークの方は結局それが ずっと延長されてドットネットコアにも移植されて、そうですね、そこに ASP.net、まあ、レガシーな方ですけどあって、でそれが移植されて、ASP.net Core という名前でそっち側に来た。でここね、うん、名前ほぼ一緒なにもかかわらずいろいろ違う点があるらしくてですね。ちなみにあれですよね、その、まあ、僕もウェブやんないんであれですけど、はい、その .net Core 自体がそのウェブ系のものを、うん、で使われるケースが多いように感じるんですけどね。なんでなんかいろいろ調べ物しても、うん、そのやたら ASP.NET Core とセットの前提のなんか話とか、はい、これそれも案にあるじゃないですか、その .NET Core の世界でそのこうでスタンダードとなる UI がなかったっていうのが大きいんじゃないかなと思うんですよ。なんとかそういう意味では僕のイメージはそのWindows のドットネットフレームワークでわーっていろいろできたんだけれども、まず最初にドットネットコアのモチベーションの一つが、クラウドのバックエンドで動かすのにリラックス使いたくてっていうところから来たのかなと。でそれがわーっと整ってきたので、じゃああれもこれもやりたいって。まあそうですね、あのドットネットコア 1.0 の時にはね、割と早い段階からあの Windows フォーム動きません、 WPF 動きませんバッサリみたいな感じだったので、まあ誤解はそういう意味では少なかったと思うんですよね、うん、確かにそうですよね。今あいやこういう言い方ですよね、今 Windows で Web サーバー立てる人ってどれくらいいるんですか、ね、うん、まあせやなそう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 、なるほど。あちなみにそのモノの方とかはどうなんですか、うん、あどう分からないですね、ちょっと、うん、モノでサーバー立てたことはあります。でもその頃はやっぱりその ASP.NET の頃だったので、それからどうなったかちょっと覚えがないんです、ね。ASP.NET が一応あった。うん、ありました。はい。今ひょっとしたらあれですけどね、ASP.NET Core が使えるのかもしれないですけど。なんかちょっと詳しく知らないけど、そのランタイムの動き方もなんかパフォーマンス上がるような格好になってるんですね、確かに、ね。うん、あそうですね。ASP.NET Core は。うん。まあなんかあの CLR の改良とか、あの頭おかしいんじゃないかっていうようなことを日々やっているので彼らは、うん、なのであのどん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 速くなってると思いますね。あのもうそろそろいいだろうって思うんだけど、あの時々流れるじゃないですか、あのパフォーマンス測定結果のグラフみたいなやつが、であのドットネットもそうだし、なんか他の環境、あのまあ Java の方とか、あるいは最近だと Go の実装とかの比較表が出るじゃないですか、うん、これ2位とか3位とかなるじゃないですか、1位になるために死ぬほど努力するみたいな、なんか そんなノリでやってる感じがするので、うん、なんでまあそういうこともあってなんかかなり速度は速くなってると思いますね。あの多分ドットネットフレームワークでもドットネットコアでもどちらでも動きますっていうコードを持って
ってる方がいたら試してみると、あの結構面白いですよ。何もしてないのに速くなったぞみたいな、そのぐらい違います。うん、まあ、ウェブサーバーだとね、パフォーマンス市場みたいなのがありますもんね。まあまあまあ確かにね。わかります。まあ UI だとね、そう遅くなる要因他にもいっぱいあるんでそのランタイムの効率だけじゃなくてね、やっぱりその大多数のアクセスがないと、そこまでパフォーマンス出すなら早いマシン持ってくよみたいな。まあ金で解決ね。まあせやな。ウェブだとそういうわけにいかないですよね。頭打ちになっちゃう。でここにさっき一番最初の話で、組み込みですね。ただでもこの話を今聞くとよくわかりました。この図を見ると、まあ、CLR の .NET フレームワークは当然 Windows も固定ですよ、だから組み込みで使おうなんていうのは、まあ、そもそも間違ってる、ね、そうですね。で使いたいとなると .NET Core の Linux か、Linux 以外も、まあ、動く可能性が高いものを使うかっていう選び方なんですね。そうですね。まあところがなんか組み込みって言っても2種類あるじゃないですか、大きく分けて。ん、何と何、それは OS があるかなないかみたいな話ですね。これまた用語が難しいんですよね。そうそうそのそうなんですよね。OS はないけど、OS、いや Linux の OS が入ってないけど、フリーアルト推理たらそれは OS ありなのかな。まあまあそうそう、そういうのはあるし、言い方難しいけど、まあもっとばっくり言えば、Linux が入ってるか入ってないか、ね、そうそう、まあそうですね。まあ要するにあれですよね、なんかブートローダーがあってみたいな世界なのかどうかみたいなところかな、ファイルシステムがあってみたいな。そうですね。そう、そこにこの図はどう絡むのかみたいな。Azure Sphere っていうまた変形な感じ。ああ、そうですね。ありますね。あれだってドットネットと関係ないじゃないですか。めっちゃけど。Linux カーネルが入ってる。ああ、まあ、入ってますけど。そうそう。でも、なんだろう。ラズパイのようには使えないじゃないですか。はい、はい、はい。そうですね。そう。組み込みだとね、そうですね、やっぱり一番、まあ、AOT ですよね。そう、AOT ですね、やっぱりね、そう考えるとね、まあ、リナックスされてるやつはドットネットコアでいいじゃんってなってて、でも今だから AOT だって言えるけど、ちょっと前の AOT になると効率度外視でバイナリー入ってきたりするんで、でかさで収まらないっていうことがほとんどだったと思うんですよ。なんかそのフットプリントがすごい重要だっていう認識が高まったから、なんか最近になってようやくその AOT を組み込みに適用できそうだっていう目処が立ちつつあるんだけど、それまでにひどいもんですよ。ひどいもんで、ドットネットじゃないけど、やっぱりなんか そういう試みってなんか Java の世界の方が多分早かったと思うんですけど、だいぶ昔にね一回そういうソリューション、それ商用なんですけど、試したことあるんですけど、なんか簡単なコードでなんかとてつもなくでっかいバイナリーが出てきて、なんじゃこりゃって、なんかその、要するに Java の要するにシステム実装、ライブラリとか全部翻訳した結果全部くっついてんじゃないのみたいになってて、まあちょっと AOT、 ああそうか、まあそう言われればそうかと思ってたんですけど、なんか皆さん頑張ってなんか不要なコードはこういかに削るかとか、フットプリントどうやったら小さくできるかとか言って、最近はそういうトレンド結構あって、なんか小さく小さくなってきたかなと思ってるんですよね。なんか別に違う関係なんですけど、そのハードウェア自体 の、 そのホビースできるハードウェアもちょっとね変わってきていると思います。ずいぶん以前の頃は、CPU とメモリが別が当然だったので、まあ好きな容量を足せるわけですよ。そうです、ね、まあ、バス幅はあるけど、そうでも今やワンチップに入ってて、まあ、メーカーが出してきてるものから選ぶ、まあ、買えるものしかないわけじゃないですか。そこに収まらなかったらもう無関係で、そう極端なんですよね。最近ねちょっと拡張できるものが入手しやすくなってるところあるので、 あと、そうですね、マイクロ SD みたいに外部に吐き出したり、はいはい、そうですね。そうか、ものですかね。
モノかコアルティで AOT、うん、コアルティはなんか頑張ってほしいなと思ってんだけど、まあコアルティだと、うん、あそうかなあまたあれですよね、CPU アーキテクチャがインテル以外もいけるかみたいなああそう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 、それもあるし、ね、それもあります、ね、うん、まあ今となってはその結局なんていう生コードがどの CPU で動くかってことだけじゃ目的達成できないので、あの例えば GUI が必要だったらその GUI は動くのみたいな、さっきのあの Windows フォームが Windows で動くのか、うんうん、その GTK2 の上で動くのかみたいな、まあ、このようなのがあるんですよね、うん、そのドットネットコアが ARM 対応したぜって、うん、ああ素晴らしい、うん、じゃあ ML.net はってそう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 いうことそうそうなんですよそうなので、まあ一概に、ね、そう、そうなのでね、一概には言えないけど、うん、そうですね、一番やっぱりそういう意味で総合的に考えるとやっぱりモノが一番強いかなって、未だに、うん、強いかなって気がしてますね。次のその1年で彼らその1年後のそのドットネット5でどのぐらいの成果が見せれるかってことかなとは思ってるんですけど、そのモノをいかにそのあのドットネットコアに近づけて、ドットネットコアに足りないものをそのものからどれだけ引いてこれるのかみたいな、お互いに協力できるかみたいなことはポイントかなと思ってるんですけど、どうなのかな。結構大変ですよね、やっぱり出自が違うんで、出自が結局仕様書1枚から始まってるんで、うんうん、なるほど、うん、ですね。まあ、あとはコア RT は僕はまあ温かくもう少しそっとしといてあげようって彼らが自由にあの動けるようにそっとしといてあげたらっていうふうに思ってるんですけど、今 AOT あるならじゃあモノランタイムに行ったってことですか。うん、そうですね、うん、あの IL 通信は覗きますよIL 通信はまだエクスペリメンタルなんでちょっとちょっとね、あ、そういえばなんか以前あのリリウムっていうのもありました、ね、ありましたありましたIoT です僕ね、あ、全然関係ない話なんですけど、あの僕この間あのリリウムにあのスターつけてる人がいて、その人まあ某ユニティのすごい人なんですけど、あ、この人も今に至るまでリリウム知らなかったんだってしかもあれ今あれじゃないですか、リポジトリクローズになっちゃったり、うん、アーカイブになったりじゃないですか、うん、今知ったんですかみたいな感じでちょっと意外だったんですけど、もうどうでもいい話なんですけど、うん、あれユニティのランタイムは何でしたっけ。え、ユニティのランタイムはモノです、ね、モノでしたね、モノをいじったバージョンらしいです。で今もそうなのかちょっとわからないですけど、昔はなんかいじりすぎていて最新のものに追いつけてなくて、だからずっとパフォーマンスの問題を抱えてたんですよね、ユニティが。でなんかあるバージョンからようやくなんか追いついたみたいな話をちらっと聞いたんですけど、うん、まあ追いついといた方がいいですよみたいなね、こんなか悪く言うとカオス、いい言い方するとなんかでみんなで最新をに追いついて情報共有してるみたいな感じなんだけど、なんかそのなんだろうな、その1本で全部できればそれは嬉しいけれども、うん、その1本作る人たちはすごく大変じゃないですか、うんうんうん、でバラバラでその淘汰されていくというか、うんうん、あの必要なものが残って必要なものが消えていくというのが、うんまあ、現実かなと思ってて、でなのでバラバラとあるのはまあやむを得ないかなと思ってるんですけど、あの、まあ、冒頭というか途中で言った、うん、あの分かるようになってないと辛い、うん、まあそうだね、うん、そう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 、あのもうちょっと言うとあのキーワードが、うん、あの Google でうまいことこう仕分けできないと違うのいっぱいヒットしちゃうみたいな、まあ、紛らわしい名前をつけるのだけはやめてほしいググラビリティが低くなってしまうので、うん、それはありますね。ちなみに今日朝はあの何でしょう、Qとちょっと見ようと、うん、あ、はい、Qと検索してたんですけど、はいはいはい、QT なんていっぱい当たりますからね。なかなか辛い。そうですね。なんかネットの情報がこうたまりすぎてきたっていう事態なのかなと思うんですけどね。Qとは何の略なんだろうな。間に U とか挟んだらそれだけでもだいぶ違ったのにと
だけど外野が勝手に言ってる話なんであれですツールキットじゃなかったかなあそうなんですか、うん、忘れてましたまあまあいいです、はい、ちょっとこの画面出してもらってあれそっちですかこれ、まあ、ということはこの図をなんか踏まえると、うんはい、このワールドネスラボがやってるボードは、うんはいうんまあ、今まで組み込み、うんまあ、Linux 内ね、Linux 内組み込みのもので C シャープっていうとその .NET マイクロフレームワークベースの、うんものしか、はい、ものちょっと難しいね、まあ、がまあベースだったんですこれはそういう意味では挑戦的な、うんはいものって感じですね、うんうん、あれですね OS で F7 なのかなやっぱりでかいからじゃないですかねラムとかかなラムフラッシュみたいなとこなのかな、うん、ちょっとわかんないですけどいやミュアルトス何指してるんですかねこれね何で動いてるのかポチってくださいあ今ポチってくださいもうポチれないから、うんなんかな、ない、もう終わってる？あ、もう買えるんじゃないですか？パーチャスか。あ、売ってます、する感じですね。あ、これかな？50ドルですよ。ちょっとクレジットカード用意してください。いやもうこれ下のいっぱい買えるんじゃないですか？ほら。うお、なんかチームバッグ。1200ドルセールですよ。何それもうチームでやると決めたからもうこれでいいやみたいな感じですかねいやーでもこんなん買って分かり間違ってなんかあこれいいって思っちゃったらもう IL2C のやる気なくなっちゃうじゃないですかあれそうか先ほどのこの図で言うと、はい、こうかなIL2C はじゃあどの立ち位置で振る舞うのかという話にはなりますよね。ああそうですね。この図で言うと CoreRT とモノランタイムの中間ぐらいかな。CoreRT とあまあそうですね。AOT ですよね。うん、うん、そう基本 AOT なので。ただあえて差別化するならば、うん、ものすごい小さいあのフラッシュのターゲットとかなんでしょうね。うん、うんうん、そう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 。ともう一つ考えているのは。まあいかに簡単に、ネイティブバイナリーのあの普通のバイナリーが履けるかっていうところかな要するに例えば Win32 のバイナリーと言ったらいいのか、うんうん、そのあたりかな今それ実現できてるのってあまりないですよ、うんうん、あの CoreRTIA だってまだ完成してないわけだしだからまあそういう意味ではそういうところはまあ一つのターゲットかなっていう気はしてますね、うんうん、だからそのモノランタイムとかが、うん、もうちょっとこう小さいバイナリーを履けるようになるか、うん、IL2C が完成に近づくか、うんうん、そう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 、うん、なるほど分かりましたこの絵はじゃ あの、はい、抽選ので10名の方に、はい、何で出すのアクリル板ここで申し込みはここでちょっとこれ、まあ、でも綺麗にしたんですねこの絵はねあそうですねややこしいんですよね他になんかもう 2,3 付け足したいものはありそうな気もするけど確かにその過剰なとこもあるかなと思います、うん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 、でもそのちょっと利用者目線での絵を欲しいなと思っていて、うんうんうん、なるほど、うんそうすね、いや僕自身も分かんなくてあのつよつよの方にちょっと聞きに来たらねなんかあのなんだ要するに GUI 方面の人たち向けとなんかウェブプラットフォーム向けの人たちと、うん、なんかそういう組み込みというとあれかもしれないけど組み込みはちょっとね、まあ、ないと思う、うん、そうなんかあの普通の CUI でねうんうんそう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  CUI でやるパターンはあると思います、うん、はい了解です、はい、今日は非常に満足の結果が出たようなああそうですかそれは良かったですはい、帰ったらモノランタイムを検索してみる。ああいいですね。あの Windows の場合にはサクッと入りますよ。あそうですか、うん。残念ながらね、なんだっけな、
あの Windows Phone がそれで動いたんだったかどうかはちょっと覚えないけど、あの追加 のインストールが必要だったかもしれない。あでもちょっと興味範囲としてはちょっと UI ないやつなので、ああはい、はい、あだったら、うん、はい、もの入れるだけですね、はい、そうそう、うん、はい、サクッといけます。じゃあ、はい、来年はこの絵をきれいにするか。ああそうですね、来年の抱負になっちゃった。あ重要なことを言い忘れました。もし試すんだったら、モノの利点の一つはネット4号でビルドできるってことですね。ほうほうほう。だってドットネットコア使ってたらネット4号でビルドできないじゃないですか。ネットコアアップ 1.0 とか 2.0 とか 3.0 じゃないですか。言ってる意味わかります？モノはモノのランタイムは、うん、ライブラリーが安心だよってこと、ね、じゃなくて、あのモノのランタイムはあくまでも CLR 互換なんですよ、うんうん、なので私はドットネットフレームワーク 4.5 として動きますって言ってる、うんうん、なので、ビルドしたバイナリーがネット4号ならこれの上でも動くし、こいつでビルドしたやつがネット4号ってマークついてるのでドットネットフレームワークの CLR で動いたりする、うんうん、そこなんかこっちとは大きく違いますよね。こっちはなんかどちらかというと、あのあこっちって言ってるのはそのドットネットコアの世界はどっちかというと再コンパイルされた結果互換性がありますっていう、うんうん、だけどなんかこっちは違うんだよ。バイナリーからして互換性があるって言ってるところは大きく違う。でもランタイムは入れなきゃいけないでしょ。まあまあそう、もちろん、うん、もちろんそうですよ、うん、もちろんそうです。今だとドットネットコアはほら、うん、あのワンパックにできるじゃないですか。まあ、1個の EXE ファイルに、ああはいはい、できます、パッケージングできるんだから、はい、できますね。どっちかというとそれでいいかなみたいな。ああなるほど、うん、あのなんかね CI とかやってると思うんですよ。あの欲しくなることがある、うん、あの要するにあのネット4号をビルドしたいんだけど環境、そうすると環境をなんか Windows でなんか VS がインストールされているみたいなのを条件にしなきゃいけなくって、うん、でそうするとあのなんだっけ、Azure のパイプラインとかでも、うん、あの実行イメージを変えないといけないので、いやこういう時にそうかものを使うと 4.5 としてビルドできるのかそうか、うん、みたいなのちょっと思ったりする。それはあれですね、うん、説明の切り口があるんですね、うん、あの CI でものを使うと便利だよみたいな。ああまあまあまあ、まあ、そう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 、うん、了解です、はい、分かりました。はい、じゃあ今日はこんな回でした。あ、そうですね。まあ年末ですけど。満足いただけましたか。いや、それ僕が聞いた。どうでしたか。良かったですかね。良かった。はい。良かった。これはなんかぜひこちらに応募いただいた方。はいはいはい。応募いただいた。この辺かな。この辺何もないじゃん。真に受ける人がいる。あの編集しても付け足さないんでよろしく。じゃあまた来年も、はいはい、今年多分これ最後なんで、はい、そうですね、はい、じゃあまた来年もよろしくお願いします。じゃあはい、良いお年を。